大晦日恒例の第73回 NHK 紅白歌合戦が31日、2年ぶりに東京、渋谷区の NHK ホールで行われ、5年連続5度目の出場となるキング&プリンスがラップ調のヒップホップダンスをキレキレに踊るアルバム収録曲一番を披露した。平野は歌唱前、5人で出る紅白は最後になると思いますので、皆さんの目に焼き付けるようなパフォーマンスができたらと意気込み。永瀬は、たくさんの方の応援のおかげで立てたステージなので、感謝の気持ちを込めながら大切にパフォーマンスしたいと話した。パフォーマンスを終えると、5人は、拍手に包まれながら、全員で肩を組んで、ステージを去り、平野は、笑顔で手を叩きながら、ありがとうございました。永瀬も、ありがとうございましたと感謝を伝え、神宮寺も拍手していた。